の成長、虹色動画。今日は、紫色草、みんなで健康長寿、無理せず楽しく活性化。本日のテーマは、歌舞伎体操。ポン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 カーはい、やっていきましょう。日本の伝統芸能。ということで、歌舞伎でございます。有名なね、フレーズが、何フレーズかあるんですけども、たかちゃんあんまり歌舞伎ね、馴染みがないんですが、調べました。そうすると、この3つ、チョイスしました。本日やる体操に使う掛け声。こいつは春から演技がいいよ。2つ目、絶景かな。ああ、絶景かな。で、3つ目、知らざあ言って、聞かせやしょうや。ね、この言い方ちょっとね、合ってるかわかりませんけども、これに、これ歌舞伎のね、ぐーなんか見えを切るみたいな。これもタカちゃんうまくできませんけども、参加者の方の方が、うまいお父さん方。割とこれお父さんの方がうまいかな。まあ奥様方でもね、うまい方おられますから、日本舞踊をやっていたとかね、実際に歌舞伎役者をやっていた方が、ね、介護予防サロンなんかに来られることがあるかもしれませんから、そういう方からね、逆にこう学びながら、そのね、もっと他の、演技のいいフレーズとか歌舞伎の振り付けなんかをね、ご一緒にやっていけたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、歌舞伎だ。まずは、あら、もうこれ新年明けてね、もうだいぶ経ちましたが、明けましておめでとうございます。ね、この明けましておめでとう。これ一つとってもね、こう座って、割とまあね、デイサービス、デイケア、介護予防サロンとかはこう座って体操を参加することが多いんですが、その時もね、明けましておめでとう体操とかね、こう命名しまして、まず骨盤立てていただいて、この胸と膝をくっつける感じで、明けましておめでとう体操行ってみましょう。明けましておめでとうございまーす。やったりね。今度はそしたら、おでこと膝つけて、つけるような感じで背中丸めて明けましておめでとう体操行ってみましょう。3回、明けましておめでとうございまーすとかね。今度、指先で、つま先をタッチするような感じで明けましておめでとう体操やってみましょう。明けましておめでとうございまーす。そんな感じで明けましておめでとう。まあ、これも年始が過ぎたらね、こんにちはとか、おはようございますという言葉に置き換えてね、できますから。こういう感じで、まず、皆様と一体多数の集団アクティビティの場合は皆さんと挨拶をして、さあ元気が高まってまいりました、なんかね違う体操をポンとやってこう体も、ね、活性化してきました。さあそれじゃあ歌舞伎体操行ってみましょうかね。まず一つ目、どれから行こう。さっき言った3つの中でね、もう簡単ですから、もう動作はね手拍子して、どっちもパワーで手拍子して、片足前出してクーほんで、今度反対。こう入れ替えて、グーですからね。まあね、團十郎さん、エビドさんになりきってやっていきましょう。な、まあ、知らざあ言って聞かせやしょうやーぐらいから行きましょうか。はい、それでは行きましょう。歌舞伎体操、左右ね、交互にやっていきましょう。知らざあ言って聞かせやしょうやー。行ってみましょう。3、はい。知らざあ言って、聞かせやしょうや。3、はい。知らざあ言って聞かせやしょうや。はい。さあ次は、絶景かな。ああ絶景かな。言ってみましょう。3、はい。絶景かな。ああ絶景かな。3、はい。絶景かな。ああ絶景かな。はい、それでは最後、こいつは春から演技がいいよ。もっとドーンダイナミックに骨取れもね加えて、関心のこの地面の踏みしめドーンといってね、骨をね、どんどんねこう骨の形成をね進めていきましょう。それでは、こいつは春から演技がいいや、思い切っていきましょう。3、はい。こいつは春から
あ、演技が、あ、いいや。反対、せーの、こいつは春から演技が、あ、いいや。はい、というわけで今年もね、いい一年になればお互いね、いい一年にしていきましょう。というわけで、スマイルアクティビティトレーナー健康長寿のスペシャリストがお送りいたしました。皆様の素敵な未来にスマイルハッピーパウダー。